私はいわゆる見える人だと言っても見える会話するぐらいで特に特別なことができるわけではない例えば分かりやすく事故現場にボケーっと突っ立つどことなく色の薄い青年私と目が合うと照れくさそうに目をそらす24年こんな自分と付き合っていて 生きている人間と同じくらいの何かに引き止められている色の薄い元人を見てきたが彼らがこちらに害を加えようとしたことはほとんどないある人は何かを考え込んでいるようなまたある人は虚空を睨むようにその場にとどまっている自由自在に移動しているようなやつは本当にごくまれである 正直オカルト好きな私にとってこの体質は非常にありがたいラッキーと思っているくらいだこれまでオカルト好きと見えるのおかげでいろんな体験をしてきたが私は私の体質が嫌いのものなのかどうか知らない記憶に残る一番幼い頃の話をしようと思う 私の実家は近江で神社をしている店でも開いているような口ぶりだが父祖父曾祖父かれこれ三百年は続いているそれなりの神社だ幼稚園に行くか行かないかぐらいの時分毎日境内を走り回っていた私はある日社務所の裏手にある小山にこまれた小さな池を発見した違う小山にこれまた小さな池を発見した とても水が透き通っていて1メー,ター弱の底がとてもよく見えた脇には当時の私の背丈を優に超える岩がある私はその岩によじ登っては滑り降りよじ登っては滑り降りるという何が面白いかよくわからん遊びに夢中になっていた何回目かの着地後不意に気がついた 地面を見つめる私の視界に草履を履いた小さな足があった顔を上げると前方に浅ねり色の変な着物ジンベイみたいな服を着た私より少し大きいくらいの男の子が立っている私が何をしているのかさも興味ありげといった表情でじっと私を見つめている中性的でとても綺麗な顔 私は参拝に来た人の子供かなぐらいにしか思わず構わずまたあの自意識のような謎の遊びを再開したすると男の子は何も言わず私の真似をするように岩を登っては降り登っては降りをやり始めた当初私は自分が考案した最高の遊びを真似されたと憤慨しましたがまあ子供というのは得てしてだらとでもすぐに仲良くなるもので 男の子は名前を龍ジと言った私は彼を龍ちゃんと呼んでほぼ毎日小山で遊んでいた龍ちゃんは虫捕り名人であり虫博士でもあった七節を見つけたのは後にも先にも龍ちゃんと遊んでいた時だけだったこの頃父に私は小山で遊ぶ時は池に近づくなと言われていた当たり前だ 小さい子が池の周囲で遊ぶなんてこんな危険なことはないある日出雲のように龍ちゃんと小山で遊んでいた時池の底にとてもきれいな石を見つけた私はそれを取ろうと池に腕を突っ込んだもう少しで取れそうそんな思いがきっと油断を招いた重心がすっかり前に行った私の体は池の縁をズリズリと滑り落ちてしまった もう訳がわからなかった突然奪われた酸素上下がわからないどっちが上なのか息を吸いたいもがく私の腕を誰かが力強くつかみそして引き上げる助けてくれたのは龍ちゃんだったが今考えれば幼い私とそう年頃も変わらない男の子が水の中から人一人引き上げるなんてありえない当然ながら 当時の私にそこまでの思考力はなかった溺れた恐怖にただただ泣きじゃくりながらそのまま家路に着いたぼたぼたと水を滴らして泣きじゃくる私に母は仰天し池に落ちたこと近所の男の子に助けてもらったことを告白した私にきついお灸を据えた母に腕を引っ張られたどり着いた先はなや 私はあの薄暗さが嫌で普段から納屋には近づかなかったそんなところに一人放り込まれた私の恐怖と言ったらそれはもう今でも当時の私に同情するくらいだ暗い納屋で一人しくしく泣いていると誰かが入ってくる気配があったお化け,けか何かと恐怖に顔面をこわばらせたがすぐにその表情は緩んだ龍ちゃんだ リュウちゃんはひくりひくりとしゃくり上げる私の横で静かに寄り添ってくれたすっかり心が丈夫になった私は母が呼びかけてくるまでしばらくの間すっかり寝こけていたスースーと寝息を立てる私を見て母はこの子にはどんなお灸もきっと効かないと感じたそうだこの頃から両親はりゅうちゃんの存在を知る近所の遊び相手 そんな認識だったそうだ幼稚園へ通い始めても小学校へ上がってからも私はほぼ毎日リュウちゃんと遊んだリュウちゃんが同じ小学校にいるのかどうか疑問は感じていたがあまり気にはしていなかった私が8歳になるかならないかくらいだったと思う 8歳になる、もしくはなったと言ってはしゃぐ私にリュウちゃんは黄色い果物のようなものをくれた私たちはその果物を池で洗い2人で仲良く食べたなんだかちょっと酸っぱくておいしくなかった記憶がある私は家に帰った後、夕食中両親にそのことを自慢げに話した 先のお池転落以来池に近づくと怒られると思ったのでもちろん池で洗った果物であることは伏せた両親も最初はニコニコと話を聞いてくれていたが私が余ったその果物を食卓に持ってきた途端両親の特に父の顔色が真っ青になったまずその果物はドロドロに腐ってしまっていた昼間あんなにみずみずしかった果物がゼリー状になっていたのだ 父が果物をにらみつけながら強い口調で私に問いただした池で洗ったとゲロった私を父は抱きかかえもつれる足を何とか交互に動かし祖父の部屋に滑り込む私が〇〇様に見入られたあなんて言ってたかわからない絹を食うてしまってるようだと父が叫ぶと祖父は目を見開き放心といった様子で私を見つめていた 神社の近くで農家をしているおじさんが家に飛び込んできて玄関で何やら騒いでいた慌てている様子だった母が,母が対応しすぐに父と祖父が玄関へ向かった何やら訳が分からない喧騒の中ふと縁側に目をやると龍ちゃんが立っていたいつも通りのきれいな顔だが一転いつもと違う背丈ほど長くて白い髪の毛 必ず迎えに行くから待っててくれリュウちゃんが私にそう言うのでうんと返すそれはいつ言葉になるかならないかくらいのタイミングで私の視界は急に奪われた祖父が麻布のようなもので私の全身を覆ったのだ私はそのまま祖父に抱きかかえられどこかに連れて行かれおそらく本殿 生ぬるい酒のような液体を麻布の上,上からかけられて車に乗せられそのまま町を出て行ったしばらくゴトゴトと揺られていると車は緩やかに止まった布の口がほどかれ父と母が不安そうな顔で私を見ていた何が何だかわからない私は母にもう二度と家には帰れないこと父祖父と離れ母方の祖父母の家で母と暮らすことを告げられた 分かったと素直に返事した私を両親は呆れた顔で見ていたが私は大して気に留めなかった父や祖父と離れるのは寂しいか会いたいと言えば向こうから来てくれる何より龍ちゃんが迎えに行くと言ったのだから待っていればいいそんな心境で私はことの住民になったいろんなものが見えるようになったのもそのあたりからだと思っているいや 単にそれまでは限られた範囲の中でしか生活していなかったのもあってたまたま遭遇してこなかっただけかもしれないでも私はリュウちゃんがくれたあの果物のせいだと今でも思っている